はい、こんにちは、なあすけです。今回はメイク系の YouTuber ゲテさんとコラボさせていただくことが決まりました。やったということで、ゲテさんの方の動画ではゲテさんに本気のメイクをしていただこうということになっております。で、僕の方の動画ではゲテさんとちょっと筋肉を絡めたゲームをしていきたいなと思っております。で、何のゲームかっていうと、僕がきつい、普通、優しいの3つに分けた、たくさんの種目が書かれたものをゲテさんにまず渡します。で、きつい、普通、優しいのたくさんの種目が書かれたトレーニングの中からゲテさんに6つほど種目を選んでいただいて、6つの種目を全て僕がこなせるかというようなゲームになっております。で、まあきつい、普通、優しいに分かれているので、まあ当然きつい種目ばっかりゲテさんが選んだら、まあ僕は当然すごくきつくなるわけですよ。ただこのきつい、普通、優しいに分けてる理由は、まあゲテさんがどのぐらい優しいのか、まあ、僕はまだ会ったことないんですけど、ゲテさんがどのぐらい優しいのか、はたまためちゃくちゃド S なのかっていうのをちょっと見ていきたいなと。まあ、ゲテさんってすごいかっこよくて神々しい、ゲテ様と言いたいぐらいな感じなんですけれども、そのゲテ様ってなんかちょっと偏見なんですけど、まあ、ド S なんじゃないかと思いまして、まあすごい悪い意味じゃないですよ、いい意味でド S なんじゃないかと思いまして、まあそのゲテさんのいいド S さを引き出していこうかなと思います。まあ多分ゲテさんはド S なんで、きつい種目を選んでくると思うんですけれども、まあ、僕が全てこなしたら、まあ、当然僕の勝ちということで、ゲテさんにも同じ種目をやっていただこうと、ゲテさんのド S さを自分で知っていただこうと思います。で、僕が全ての種目をこなせずやりきれなかったら僕の負けということで、ゲテさんが大好きなビールをささやかな気持ちとして送りたいなと思っております。それではですね、これからゲテさんとコラボの動画に入りますので、ぜひお楽しみください。それではどうぞ。はい、どうもこんにちは、なあすけです。ゲテです、よろしくお願いしますお願いします。ということで、先ほどの動画の方でもご説明したんですけれども、メイク系の YouTuber のゲテさんに今回コラボをしていただいております。よろしくお願いします。はじめまして、ゲテです。もう見ていただけると分かるんですけれども、神々しい。いやいやいやありがとうございます。神々しい、恐れ多いです、多分僕なんかね、ごめんなさい。なんかいやいや、もう本当にそうなんですよ。で、僕も会った瞬間からもうすごいオーラ巻きをしてるんですけど。ないですよ、もうこんな素晴らしい肉体を持ってるので、もう僕なんてもうガリガリで、いやだから今日わざと大きな服着てきて、なんかその肌の露出をしてしまうとちょっとなんかもう体負けしちゃうから。いやいや、そんなことないですよ、本当にこんな感じですよ。絶対嘘についてます。いやいや、なんでなんでこうやって嘘ついてくるゲテなんですけど、もう多分見ていただいてると分かると思うんですけれども、もう僕すごい全然顔が違うんですよね、いつもと。確かに、あ、そう、そこまで見えてなかった。そう、もう顔が全然今日違うと思うんですけど、まあそれはね、はい、僕の動画の方で撮ってるんですけど、ゲテさんの、まあ、メイク系 YouTuber ということで、がっつりとちょっとメイクをしていただいて、まあ丸々風ということで、がっつり変身をした、そうですね、はい、後にはなってるんですけども、でも多分このメイクではもう誰々風、もう誰メイクか分かってもらえたらすごく僕は嬉しいんですけどいや僕も嬉しいですね。でも分かるんじゃないかな髪型違うからまだあれなんですけど、はい、あとまあ体があまりにもちょっといかつすぎるのでご本人よりか多分10倍ぐらい体ごつくなってるちょっと何に似てるかっていうのは、ゲテさんの動画を見る前にコメント欄に予想していただいて、ゲテさんの動画を撮っていただけるとすごい理想的な流れかなと。確かに思います。当たってると僕はすごく嬉しいですで、それで今回はゲテさんがメイク系 YouTuber ということで、はい、まあ僕はどちらかというとまあ筋トレ系 YouTuber なのかなと思いまして完全に筋肉系 YouTuber ですよ、はい、完璧に完璧にですか。完璧に、やばい。逆にこの体を使わずし何をするんだってぐらいの、はい、僕もなんかメイク系とかって言っちゃおうかなとか思ったんですけどだとしたら体ちょっと不釣り合いすぎません、はい、こんなにボディメイクしてるメイク系 YouTuber 多分いないですよ、ね、ボディメイク系 YouTuber。 あ、いいじゃないですか。ああ、うまい、いいで、今回僕の、まあ、動画でやっていくことというのは、やっぱり筋肉に関係するような企画をしていきたいなということで、まあ、今回いろいろちょっと考えまして、まあ、僕の動画では、まあ、ちょっとゲーム性を持たせたいなと思っております。で、どういうゲーム性を持たせるのかというと、まあ、いろいろ準備しまして、すごいホワイトボードが急に出てきた。もうがっつり準備しちゃったんですけど、すごいですね。ちょっと下がった方がいいですか、これ。ちょっと下がりましょうか。引きで、ということで、もうこんながっつり書いてあるんですけど、これ何が書いてあるかっていうと、見ていただくと分かると思うんですけど、きつい、普通、優しいって書いてあるきつい、普通、優しいって書いてあって、はい、まあ種目名がたくさん書いてあるんですね。はい、で、この種目名っていうのは、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、で、この何が書いてあるかというと、まあ、トレーニングの名前が書いてあります。で、多分、まあ、トレーニングをやっていないゲテさんからすると、もうこれ何書いてあるのって
カタカナばっかりやんみたいな、なんかハリーポッターの呪文みたいですよね。そうですよね、もうもはやレッグレイスみたいな、なんかファイナルファンタジーみたいなワイドスクワットバーン、いやめっちゃ魔法バーンみたいな感じですよね。レッグレイス、すごい。プランクウォークもなんかありそう、全部魔法系の呪文みたいな空中歩けそうですね、これ。確かになんかバービーとかなんかホーリー系の回復系の呪文みたいなすごい。もうゲテさんこんな感じです。もう内容分かってない、ゲテさんは全然分かんない全然分かんないです、本当に。で、ゲテさんはもうこれ、うん、何を書いてるか分かってないと思うので、まあ、ゲテさんにはこの中から6つ種目を選んでいただきたいと思います。はい。で、6つ選んでいただいて、まあ、ゲームの流れとしては、うん、ゲテさんが選んでいただいた種目を僕がやる。ほう。で、僕が、そうですね、6つやりきる。まあ、これは回数で全部1回、はい、2回と数えられるものなので1種目20回ですね、はい、できたら1種目クリア、これを全部6種目 やれたら、うん、まあ、僕の勝ちと。これはやっぱり真剣勝負ですよ。はい。真剣勝負の中に真剣な顔をされてもギュテさんの新しい顔を見せていきたいなという企画でございます。すごい顔がガチすぎてちょっと怖いんですけどそういう感じでやっていくんですねやっていきましょう、やっていきましょうということで、ちょっとこれからゲテさんに選んでいただくんですけれども、じゃあゲテさんどうしましょうか。まず1個目ですか。そうですね。これって何分間で6個ですか。まあ、やっぱりそれは感覚です。感覚、はい。で、間開けたらだって楽じゃないですかもうそれはスポーツマンシップにのっとって僕はちゃんとやりますいいですね、じゃあ分かりました。これで、はい、多分視聴者さんも、まあ、僕の筋トレ見てる方も多いので、はい、あれなんすけ、これ手抜いてるやんっていうのがあった時点で、うん、まあ、僕も多分その時点でギブアップですって本当に正直に言います。はい。ただきついです。全部ここはきついです。お、ここには、まあ、僕がおすすめって書いてある種目もあるんですよね、ここに。急に腰振りダンスあるんですけど腰振りダンスって何ですか。腰振りダンスっていうのもまああるんですよね。得意なんですか、腰振りダンスが。これは正直僕はまだ未挑戦です。でも自分でこれ書いたんですよね。はい。すごいチャレンジャーですね一番気になるこの腰振りダンス。腰振りダンスいっちゃいますか、じゃあ最初。最初、いや、後で撮っときます、これは。撮っとくんですか。はい、最初にこれはしないです、僕はじゃあこれ僕自分選んでいいですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあ、はい、ドゥン、これエルボーインスクワット。はい。いやー、いい種目きましたね。名前かっこいいんでエルボーインスクワットにします。エルボーインスクワットは僕のあの足のトレーニングにぜひありますので、ぜひちょっと皆さん見ていてくださいじゃあこのエルボーインスクワットぜひやってください。エルボーインスクワットですね。はい。最初はエルボーインスクワットで2個目。じゃあはい、プランクウォーク。プランクウォークいっちゃいますか。はい。ド S ですよ、プランクウォーク。いや、もうすでに、だって2個しかまだ選んないですよ、あとまだ4個あるんですよ、だってプランクウォーク。はい。で、はい、真ん中に腰振りダンスさせます。ああ、いいですね。はい。間に腰振りダンス。はい。でも1回ちょっと休まっちゃうかなできればちょっともうずっと負荷をかけたい。これもう駆け引きですから、ずっと負荷をかけたいなって願望はちょっとあるんですけど、腰振りダンス、まあ、1回じゃ挟んで挟んで、はい。リバースのエンジェル、リバースのエンジェルのカクテルの名前みたいなやつでありそう、リバースのエンジェルなんか確かにちょっとおしゃれなカクテルありそうな、ちょっと高そうですね、これ。はい。これでもう4つですね。はい。エルボーインスクワット、プランクウォーク、あと2個ですよね。あと2個です。いや、僕はもう絶対に、はい、マジ僕運動本当に嫌いなんですよ、はい、昔から。はい。なんていうんですか、芸術派か、はい、絵の方が得意だったので、文学派です、ね、マジで僕筋トレしたくないんですよ今日。だからもう本当に、はい、S と呼ばれようが、はい、僕のイメージがたとえ悪くなろうが、はい、ちょっと勝ちたいので V 字腹筋。 V 字腹筋ですね。はい。 V 字腹筋これ絶対きついと、これは僕分かりますもん。これ余裕ですよ。余裕ですか。でも言ってこれ直輔さん自分で選んでるので、もしかしたら全部楽な可能性もある最終僕に筋トレをさせたいだけっていう直輔さん実は S っていう企画かもしれないし、なんか僕の S を試すって言いながら自分の実は S みたいな超笑ってるし、笑ってなんかさあ、最後です。ギデさん最後1個ですか。ギデさん最後です。じゃあ、はい、バックエクステンション。バックエクステンションで、はい、わかりました。バックエクステンションで、はい。え、優しい。え、じゃあ消しますじゃあこれはなしにしますじゃあこれはなしにして、はい、優しいって言っちゃったから今じゃあ
ナロープッシュアップ。ナロープッシュアップで。はい。わかりました。ナローってなんだ？ナロープッシュアップですね。これ見てる方はナロープッシュアップって分かってるんですか？多分分かりますね。ナロープッシュアップ分かってる。そんなメジャーですか？ナロープッシュアップ。もうちょっと筋トレやり始めたら多分、ああ、ナローね、みたいな。ナロー？ナロー。ナローね、ナロー。ナローって呼んでるんですかね、ナローね。へぇ。全然やるわ、やるわ、みたいな。あ、ナローね。はい。ナローね、みたいな感じです。ナローとプランと、はい、エルボーと、リバーと、リバー。腰？そうですね、腰ですね。腰と、あと V ね。はい。の6つで6つではい、行こうと思います。最初、僕が正しいフォームを一つ通りちょっとギデさんに見せます。はい。で、まあ、ギデさんも、まあ、罰ゲームもかかってるんで、まあ、ちょっとでも僕がフォーム崩れたなと思ったらチャレンジって言って、はい、もう疑惑の判定も入るかもしれません。まあ、そこはちょっと人気を変にギデさんにもちょっとしっかりと厳しい目で見ていただきたいなと思います。わかりました。はい。では、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。とりあえず一つずつ説明をしていきます。はい。まずエルボーインスクワットなんですけども、はい、足を開いて、はい、まあ、エルボーをインするってことですね。エルボーをインするんですね。はい。ははは。エルボーをインしてこの状態でエルボーをイン、このまま動かさず足を上げて、やば。下ろす。お尻を上げて下ろすって感じです。これだけでも結構きついんですよ、このきつい種目は。エルボーインスクワット。これがエルボーインスクワット1種目です。エルボーインスクワットですね。はい。そうとか。で、はい、2個目はプランクウォークって言って、はい、もう名の通りプランクっていうのはこうやって耐えるのプランクって言うんですけど、はい、プランクウォークっていうのは手で歩いて戻して、やば、歩いて戻してを繰り返すのがプランクウォークです。若干も息切れたもんね。もうこれきついですよ。これもきついです。これいけるかもしれない。ちょっときつそうですよね。勝てそう。あ、3種目目、リバースノーエンジェル。リバースノーエンジェルは勝ってるんですよ。もう横になった状態で、はい、この手を回しながら背中を上げる。平泳ぎみたいな感じですか？もうこの羽がエンジェルみたいな感じですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、リバースっていうのはこの戻す動きとか、こういうのに合わせてリバースのエンジェルって言います。やば、はあ、やばい。でもここからきついんですよ。あの4種目目の腰振りダンス の、 あのお手本見せてもらっていいですか？腰振りダンスはちょっと中腰になって、はい、いや、それ本気で言ってます？こんな感じです。はい。ここはもう休憩ですね、ほぼ。え、ちょっとそれは話が違うな。もっと激しめのやつを期待したんですけど。これはもう、まあ、とりあえずここで落ち着いて、はい、で、V 字腹筋ですね、次。すく時間与えたくなかったな。腰振りダンスを見せてかもしれないな。で、V 字腹筋は、はい、寝ていただいて、はい、手と足を、で、V を作るような。はいはいはい、はい。これを20回するんですよね。これを20回やばします。はいはい、きついな。で、ちょっと結構見えてきたかもしれない。で、最後のナロープッシュアップ。これナロープッシュアップ、これは、まあ、僕も三頭の種目で大好きなんですけど、はい、三頭っていうのはこの二の腕のところですね。これ三頭筋って言うんですか？はい、三頭筋って言います。ここは、ここは肩なんで三角筋って言います。あ、三角筋か。はい、はは。三頭筋、二頭筋と。で、ナロープッシュアップは、プッシュアップっていうのは腕立てみたいな感じなんですけど、はい、ナローっていうのは手を肩幅に置いて、この状態で下ろして上げる。きつ、はい、こんなイメージですね。それナロープッシュアップって言うんですか？これナロープッシュアップ。あとワイドで開くんだ。ワイドプッシュアップが開きます。今回はナローで、はい、いきますね。では、はい、ちょっと一旦休憩して、休憩するんですか？あ、一旦休憩するんですか？死んじゃう、ギテだ。え、休憩するのか、なんかもっとなんか出てる、片鱗がもっとなんか、ギテさんの片鱗がよくないと思ってたな。いきます。やってる間、ギテさんちょっと数えてもらっていいですか？あ、回数カウントで、いいです。はい、僕が正しいフォームでできてると思ったら、はい、1、2、3、わかりました。はい、はい、僕は、まあ、筋トレ系 YouTuber としても、はい、まあ、プライドがありますんで、はい、もうちょっと、うんって思ったら、はい、イエローでいきましょう。わかりました。2回目、うん
言ったら、もうレッドカードで退場です、僕が。あ、退場もできるんですか？もうアウトです。へぇー。もう僕の負けなんで、これは。退場もできるんですね。それ退場。そんなカードがあると知らなかったな、それは。レッドカードがあるんですね。でも、まあ、ゲテさんには、はい、って言われないぐらい僕は完璧なフォームで、フォームでやります。全てを20回こなすんですよね。はい。はい。じゃあ、いきますよ。はい。じゃあ、エルボーインスクワットから。はい。お願いします。いきます。はい。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よいしょ。楽しい。フランクワーク。1、2、3、4、5、6、もっと下げるといいんじゃないですか。ちょっとあの手がまだ曲がって、もっと曲げて、こういうことですね。そうですね。8、9、10。さあ10ですよ。11。すごい。20。リバースのエンジェル。ゲテさん、こちらに来ていただいてすごい淡々と進めるじゃないですか。じゃあこれはもうあれですね、僕の勝ちということでよろしいですか？すごい逆に申し訳ないんですけど翔さん楽しんでますか？大丈夫ですか？楽しかったですか？大丈夫ですか？僕自分でも今分かったんですけど、これアホなんですよね、やってること結構。あ、そうなんですね。はい、僕多分名前を全然知らないし、はい、物がどういうものか知らないまま僕言ってるんで。確かに何がどう辛いか全然、まあ実際見たから分かるんですけど、はい、その辛いのは、はい、でもなんかそのこの組み合わせがやばいとか僕全然分かんなかったんで、適当に、まあ、名前で僕選んじゃってるんですけど、はい、ただ、まあ、これは一応ゲームはゲームなんで、まあ、これはちょっとゲテさんの勝ちということで、やった、まあ、ちょっと僕からプレゼントをやった送りたいと思います。え、その終わり方でいいんですか？逆に、いや、まあとりあえずちょっとプレゼントはとりあえず先に渡したいなと思うんですよね。とりあえずとは、はい、はい、とりあえずちょっと先に渡します。プレゼントがあるんですか？よし、じゃあちょっとすごい逆に体力大丈夫ですか？
いろいろ僕がリサーチしまして、ゲテさんには、やばゲテさんもビール大好きらしいんですよね。なんで知ってんすか、ビール好きなの。ビールが大好きらしいので、え、ま、なんでさっきですね、カメラないところで家何食べるって話になって、僕が自分から普通に辛ラーメンとビールいつも食べてるって言ったんですよ。言ってましたね。え、どこで僕ビール好きって知ったんですか。いやもうそれはもうやっぱり僕のリサーチ力と勘です。勘？僕ビール好きの顔してるんですよ。それはそれでなんかちょっとどういう顔をしてるのか分かんないんですけど、すごいビールマジ好きで。本当ですか。はい、毎日飲んでますもん。いや、よかった。毎日3本飲むんですよ、ロングさん。3本ですか。3本、まあ、2日ですね、じゃあ。そうですね、結構飲みますね。帰りに買って帰んなきゃなと思ってました。おお、じゃあよかったです。すごっ。で、やっぱりゲテさんってすごいおしゃれなんで、急に、急にビールからおしゃれのふりされてもらうなんかどういう流れかわかんないんですけど、ゲテさん、はい、本当にすごいおしゃれなんで。いやいやいや、全然全然。まあ、このビールそのまま持って帰っていただくのも申し訳ないなと思って、あの、なんかこれちょっとお家にあったんで、はい、このマイケルコースの中にビールを入れていただいて。これでマイケルコース、急にこんなに急にマイケルコース。ちょっとこれでマイケルコース買ったかんで、まあ、ビールを持って帰っていただけたらなと思います。え、本気でびっくりしました、マジで。本当ですか。はい、僕本当になんか変に、例えばブランド物バッグ、まあ、もらうとするよりも、はい、ビールの方がマジで嬉しいです。あ、よかった。なんか消耗品なんでビールって、はい、正直毎日飲むんで。そうですよね、はい、よかったです。いや、何で知ってるんですか。え、どっかで言ったかな。動画で言ってました、僕。まあでもリサーチ力、何を動画で多分知ったんでしょう。リサーチ力でやっぱりその、何でそのリサーチ力を急に押すんですか。動画見ましていいじゃないですか。何でそのリサーチ力を急に押してくるのか。僕はそうなんです、リサーチ力結構すごくて。リサーチ力すごいですね。はい、ビール好きかなと思いまして。よかったです、本当に。やば、ありがとうございます。なんか全然僕支持するだけ支持してビールもらって、なんかすごい逆になんかイメージすごいなんか悪くなった気がする。でもこれで終わると思いますか、ゲテさん。ちょっと時間ちょっとやばいから、そろそろ帰ろうかな。全然やばくないです、延長しました。それ見てる方分からないんで、延長と言われてもね。延長しました。何、え、何ですか。皆さん、ゲテさんの上半身しか見てないですよね、今。もうゲテさんやる気満々になってるんですよ。ゲテさん見せてあげてください。下半身。下半身じゃないの。下半身。いや、じゃあ別に違う。これは違うんですよ。ジャージなんですよ。これは違う。ノルディってブランドのやつで、これ普通におしゃれで着てるんですよ。違います。めっちゃ可愛くて、ノルディっていうジャージ。違います。ゲテさんめっちゃ可愛くないですか。全然違います。私服で全然着れるし、可愛いけど違います。可愛い。このバッグもちょっとイベントがあったりして可愛い。もう可愛いけど、やる気満々です、ゲテさんは。いや、全然。帰る気満々なんですけど、マジで。なんかもうさっきからうずうずしてて、ゲテさん本当に。ジャージ着てきますって言ってました、さっき。全く僕もビールもらったんで、もう今日帰る気満々なんですけど、もう帰ってビール飲んで寝るだけですよ、今日。あとは僕があとしごくだけですね、ゲテさんを。これもう結果そういう感じじゃん。結果そういうオチじゃん、やっぱり。僕がド S とかで、やっぱ自分がやっぱ S なんじゃんっていう。もうそういう感じのね、あのきつい、普通、優しいに分けたのも、ゲテさんのド S を全部自分で受けていただこうと、え、いう企画です、今回は。あの、一個いいですか。はい、初めのルール説明覚えてますか。はい、自分で言ったんですけど。何ですか。僕が負けた場合、はい、自分が言ったやつを全部するっていうルールだったと思うんですよ。はい、もう健康のためです、ゲテさん。それはちょっとおかしいな。審議審議、退場。健康のためです、退場。なんですか、退場ですもん。退場です。ゲテさんはビールの飲み過ぎ。絶対やるな。やだ、やりたくない。ゲテさんは絶対やりたくない。ビールの飲みすぎです。まず本当筋トレとかも絶対しないですね。やる気満々です。やる気満々じゃない。普通に私服、これは違います。これは私服じゃなくて、違います、違います。全然違う、本当私服。え、マジでこれやるんですか、僕。いや、でもゲテさんはさすがにちょっときついので、5回ずついきましょう。絶対無理ですよ。マジで。もう5回ずつで、本当に僕は結構きつそうにやりましたけれども、ゲテさん5回ぐらいは多分できるんですよ。で、できたらやっぱりあんまりトレーニングしてない方にも勇気が、あ、できるんだ、ゲテさんみたいに、あのビールが大好きでも、あ、できるんだっていう姿を見せられるわけですけど、やっぱゲテさんそういうの大好きじゃないですか。やっていきます。やっぱそうだと思ったもん。
そうだと思ったもん、絶対そうだと思ったもん、これで終わるわけないと思ったもん、だって自分、俺だけ簡単すぎるもん、そんな。ギデさん、ビールがありますよ、終わった後も。あ、だから先にビール渡したんです。そうですよ。ビール渡したから、じゃあ筋トレしろと。そうです。そうですって。ただ5回ずつですよ、ギデさん。いや、ちゃんと動くの、マジで、本当に。じゃあ一旦ちょっと確認してみましょう。プランクウォークとかも、膝ついてて大丈夫です。あ、マジで本当に初めに言っておきますけど、はい、僕、腕立て伏せ、膝つきなしでできないです。はい、大丈夫です、膝つけば。一旦ちょっとやってみません。え、プランクウォークですか。はい。伸ばして。あ、そうです。できるできるできる。いや、無理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 全然余裕じゃないですか。帰る。やだ、帰る、本当に、マジで。こういうキャラじゃないんですよ、僕。あくまでメイクを売りにしているので、僕はあの動作というか、そのメイクの技術というか、自分の感性をすごく大事にしていくんですね。これはゲテさんの視聴者さんが喜びますね、本当に。新しいゲテさんを。わかりました。いいですよ、じゃあ。ゲテさんのおもちゃになればいいんですよ。え、エルボーインスクワットからですか、じゃあ。そうですね。エルボーインスクワットは足を開いて、はい、こうですよね。肘につけます、はい、これでどうするんですか。お尻だけ上げます。こう。そうです。え、やば。ここ効きますよね。え、これ体操ともする。合ってます。2、3、4。いいですね。5。いや、マジ体育の授業みたい。高校ぶりなんですけど、高校するの本当に。で、プランクウォーク、はい、意外といけますね。あ、いい、よいしょ。4。あ、5回やったらいけるかも。いきます、いきます、いきます。5。いい運動です。5。そうです。あ、きつ、これ、うん、これ円を描くように。やばい、背中がつる。これほんとやばいかもしれない。え、これ一番きつい。で、円を描きながら戻します。あ、これで、うん、そうです。はい、今1ですね。嘘じゃん。嘘じゃん。なんかちょっと態度が違うぞ。いいよ。初めてちょっと態度が違うぞ。ないですか。いや、うわ、これ一番きつい。今本当にきついですよね、これ。つる。するマジで、ほんとに。まあ、20回いきましょう。なんで？なんで？なにこれ。さっき VD 腹筋何回で終わりましたっけ。12回ぐらいですね。じゃあ1回でいいですか、ここは。死ぬ。2、3、4。ほんとにでかい、ヒデさん。あ、そうです。5。あ、ほんとにでかいって。なんだマジで。感想で、最後は7プッシュアップは見てもないですよ。僕もやってないんですけど、さあ、ゲテさんにやっていただきましょう。ちょ、見るのいいですか。ダメです。あの、ワンピース知ってます。はい。ワンピースのフランキーコーラ飲むじゃないですか。飲みますね、チャージするために。はい。僕にとってそれビールなんですよ。ダメです。楽しみですね。楽しくないですよね。楽しくないですよね。全然、あの、チャンネル解除していいですよ。めっちゃ強いです。きつ。あ、いける。めちゃくちゃ綺麗。ラストです。あゲテさん、素晴らしいです。ゲテさん、縮みました。縮みました。自分の水筒縮むタイプなんですよね。お疲れ様でした、ゲテさん。はい。どうでしたか、結構きつかったですか。まあ、なんか久々にいい運動になったなって思いました。もう笑ってましたからね、僕が死にそうな時に。あっはっはってゲテさんが笑ってるのを見て、僕はS、グイ S やなと思って。そんな場面ありました。もうちゃんとカメラ押さえておりますと思います。あれ、カメラ募集してから。ダメです、ダメです。まあ、僕はもう撮る前からもう察してましたけどね。あ、やるんだろうなって。でもなんか割と運動若干楽しいかもと思いました。本当ですか。はい。じゃ、ちょっとゲテさんもまたあのフィットネスの動画出してください。嫌です。